皆さんこんにちは。レック専任講師の岩田です。それでは、これから、FP 取得を考えていらっしゃる皆様に、FP の資格制度、それから FP で学習する内容などについて、45分程度お時間をいただきましてお話をしていきたいと思います。で、お手元に FP 無料セミナー、人生100年時代を賢く生きるためにという、レジュメはありますでしょうか。このレジュメに沿って進めていきますので、お手元にご準備ください。で、まあ、FP と言いますと、ファイナンシャルプランニング、そしてファイナンシャルプランナー、この2つの意味合いがあります。ファイナンシャル、財政上の、それから金融の、こういった意味合いですので、ファイナンシャルプランニングと言いますと、財政上の計画を立てる、そしてファイナンシャルプランナーと言いますと、その計画を立てる人といった意味合いになります。で、まあ、FP の資格は、最近非常に注目されている。で、特に、金融機関、まあ、銀行ですとか信託銀行、それから生命保険会社、損害保険会社、あとは不動産関係の、業務ですね。そういった、まあ、仕事では FP 資格はもう必須になっております。また、まあ、仕事で FP を使わない、そういう方でも、自らの家計を考えよう、また、老後の生活はどうなるんだろうということで、FP 資格を取得する方が、増えている、こういった注目されている資格、これが FP の資格です。で、レジュメの1ページですけれども、なぜ FP になる人が増えたのかということで、やはり、私たちを取り巻く環境、これが、一昔、二昔前とは大きく違っているということが言えると思うんです。日本の場合は、高度成長期、成長期とありましたので、そういった、右肩上がりの、まあ、社会では、それほどお金について考えなくても、なんとかやってきた。資産価値はずっと上がっていったり、また、公的年金制度もしっかりしていました。ただ現在は、そういった状況とは全く、変わってしまっている。例えば、ずっともう景気が悪い、そういう状態が続いている。または将来公的年金制度どうなるんだろう、自分の老後、公的年金を受け取ることはできるんだろうか、そういった不安を抱える方が多くなってきた。これが現在 FP という資格が注目されている理由だと思います。で、FP って、それではどういう仕事をするのかということですけれども、FP というのは、個人のライフプランに対してアドバイスをする、これが FP です。レジュメの2ページを開いていただけますでしょうか。はい、2ページの下の方、ライフプランと FP とありますけれども、ライフプランに対してアドバイスをする。このライフプラン、まあ、日本語に訳すときは、生涯生活設計、このように少し固めに、訳すことが多いです。生涯生活設計ですね。で、人は、誰でも将来、こういうことをしたい、またはこのように生活をしたい、こういった夢や希望がある。そういった将来の夢や希望、それから計画があると思います。その、夢や希望を、叶えていく、その、設計をしていく、これがライフプランということになります。で、一方、まあ、ライフデザインという言葉がありますけれども、まあ、人には生きがいがあり、そして、健康であることが望ましい。で、またはお金、経済的な面ですね。で、まあ、生きがいですとか、その方が、どういうふうに生活をしたいのか、それはその方によって価値観が異なる。このライフデザインというのは、それぞれによって異なる価値観です。で、また一方で、ライフイベントとありますけれども、人が誕生して、それから、まあ、老後を迎えるまでですね、まあ、いろんなイベントがあります。誕生をして成長をする、そして自立をして、自分で、まあ、仕事をしていく、それから成熟から老後に向かっていく、この、まあ、一生の中で、ライフイベント、いろいろな資金が必要であるということがある。
これは例えば、誕生から成長していく、その間の生活費をどうしよう、お子さんがいらっしゃる場合ですね、お子さんの生活費、それから教育費はどうしよう、そして自立をして、自分で家計を考えて生活をしていく、中には結婚ですとか、また子供をできる、それから、マイホームを取得する、こういうようなさまざまなライフイベントがあります。で、成熟して老後を迎えるにあたって、老後の生活はどうしよう、また、その後相続が発生する、その相続はどのようにしていこうか、このような人生の節目節目で、さまざまな資金計画が必要になってくる。で、ライフプランというのは、ライフイベントを織り込んで、で、それぞれの価値観の中で、お金、経済的な側面に対して、ファイナンシャルプランニングをしていく、これが FP の仕事なんです。で、FP の資格が非常に注目されているというのは、レジュメの2ページの一番上に、生活者としてのニーズの高まりとありますけれども、自分の将来はどうなっていくんだろう、または経済的に今からどういうことを考えていけばいいんだろうというように、それぞれの個人個人の方が経済的な、つまりお金に関する意識が高まってきた。で、現在の経済的な環境の中で、自分の生活は自分で守らなくてはいけない、きちんと計画を立ててライフプラン設計をしていこう、こういう意識が高まってきた、それがまず、挙げられます。で、その、生活者としてのニーズの高まり、それに対して、ビジネスチャンスとしてのニーズということですけれども、やはりさまざまなアドバイスをしていく。例えば金融機関でも、個人の方に対してライフプラン全般についてアドバイスをしつつ、その中で金融商品、その運用を設計していくですとか、保険会社であっても、その方のライフプラン全体の中で、その方にぴったりな、保険商品をお勧めしていく。ですから、さまざまな FP に関連する職業、そういった職業でも FP の資格というのは必須になっているわけです。それではレジュメの3ページを開いてください。ここでは、FP 資格の制度を理解しようということで、FP 資格の種類について見ていきたいと思います。はい、FP 資格の種類ということで、表になっていますけれども、FP 資格は現在、民間の FP 資格、それと国家資格としての FP 技能士、この、2つからなっています。民間の資格、これは、NPO 法人日本 FP 協会が実施している。で、CFP 資格、それから AFP 資格、この2つが民間の FP 資格です。まず AFP 資格、こちらが FP の普通資格なんですね。で、AFP 資格を取得した方が、CFP 資格を受験することができる。ですから、CFP が民間の、最上級の FP 資格ということになります。で、CFP 資格、国際ライセンスとありますが、これは日本 FP 協会だけではなく、世界各国ですね、アメリカですとか、それからカナダなどが中心で、アジア系の国も多いです。30以上の国地域で、連携をして FP 資格を行っている、国際ライセンスであります。で、国家資格としての FP 技能士ですけれども、1級 FP 技能士、それから2級、3級 FP 技能士、このように分かれています。まず3級 FP 技能士、こちらが FP の初級資格、そして2級 FP 技能士が普通資格、そして1級 FP 技能士が、国家資格としての、最上級の資格になります。で、この FP 技能士ですけれども、管轄は厚生労働省管轄の資格。で、試験実施団体が2つあります。まず1つ目が日本 FP 協会、そして、もう1つ金融財政事情研究会、この2つの団体が、実際に試験を実施しています。
ですから、日本 FP 協会は民間の資格も行っているし、国家資格も行っているという状態です。で、じゃあ、民間の資格とそれから国家資格、どう関係があるのかということですけれども、民間では AFP 資格、これが普通資格になります。国家資格では2級 FP 技能士、これが FP の、普通資格になります。ですから AFP と2級 FP 技能士、これはレベルが同じと言いますか、実は AFP という試験はないんですね。2級 FP 技能検定を受験して、合格をすると2級 FP 技能士になることができます。で、合格後、認定研修の修了とありますけれども、これはまあレックの AFP 講座です。認定研修を修了する、ことによって、日本 FP 協会に登録をする、入会をする、それによって AFP 資格が、得ることができる。で、AFP 資格を取得すると、CFP を受験することができる、このような仕組みになっています。ですから、AFP の方は日本 FP 協会に入会をするということですので、入会金ですとか、それから2年ごとの更新制度になっておりますので、2年ごとに一定の単位を取得することによって更新をしていく、このような形になっています。で、国家資格の FP 技能士の方は、更新は不要。ですから1回合格をすると、3級であれば3級 FP 技能士になりますし、2級であれば2級 FP 技能士、で、更新は不要ですので、一生ものの資格ということができます。それでは、民間の資格、それから国家資格、じゃあどちらの資格かということですけれども。もし、FP 資格を、十分に活かして、相談業務などを行っていきたい、または他の FP の方と、人脈ネットワークを作っていきたい、そういう場合はぜひ FP 協会に登録をして AFP そして CFP の取得をお勧めします。で、2年ごとの更新、一見大変そうですけれども。例えば AFP ですと2年間で15単位を取得する。これは1単位1時間目安です。FP に関する何らかの活動をする、または勉強をする、それによって単位を取得することができる。FP というのは、さまざまな税制改正ですとか、または新しい金融商品が、発売された、こういった情報を常に追い求めていく、そういう資格でもあります。ですから更新をすることによって知識がブラッシュアップされている FP だということで顧客の信頼感を得ることができる、そういう効果もあります。このような資格制度になっております。で、1級それから2級3級それぞれの受験要件を見ていきたいと思います。まず3級 FP 技能士、3級 FP 技能検定を受験するわけですけれども、特に受験要件はありません。ですから、誰でも受験することができる、そのような資格になっています。で、2級 FP 技能検定になりますと、実は受験要件があります。で、ここに実務経験等とありますが、2級 FP の、受験要件は3つあります。まずは、3級 FP に合格をしていること。それと、認定研修を修了していること、そして FP に関する2年以上の実務経験がある、この3つのうちいずれかを満たすことによって2級 FP 技能検定を受験することができます。で、この下に FP 資格取得の流れという、フローチャートがありますけれども、FP に関する実務経験がないということ方でも、AFP 認定研修、これ認定研修ですね。REC の講座、これも日本 FP 協会が指定する認定研修に指定されています。で、講座を受講する、これは2級 FP 技能検定に向けて、勉強していくということですけれども、この講座を修了することによって、2級 FP 技能検定を受験することができます。
または3級 FP 技能検定、3級に合格をすることによって2級を受験することもできます。または2年以上の実務経験があれば、3級を受験しなくても2級 FP 技能検定を受験することができる、このような形になっております。ただ2級 FP 合格後 AFP に登録をしたいという方は、合格とそれから認定研修の修了が必要になってきます。これは2級合格後、認定研修を取得しても構いません。あらかじめ2級合格に向けて、認定研修で勉強して、それから2級に合格をする。そうすると2級合格、それから認定研修の修了、この2つの要件が揃いますので、2級合格後すぐ AFP に登録をして AFP 認定者になることができる。そして、AFP の資格を取得すると、CFP を受験することができる。で、CFP、6科目、科目ごとに受験をしていきますけれども、全科目合格をすると、実は、1級 FP の学科試験が免除になるんですね。ですから実技試験だけ受験をして、1級 FP 技能士、を取得することができます。はい、このような流れになっております。で、今国家資格の、3級、2級、1級 FP 技能士ということでお話をしましたけれども、じゃあそれぞれのレベルはということですけれども、まず3級 FP 技能士、これは初級レベルです。ですからお金に関するさまざまなことを幅広く勉強していきますけれども、生活者として役立つ知識が身につく。ですからもし、仕事で FP 資格を取得したい、または自分のライフプランを、きっちり、プランニングをしていきたい、または親しい方にアドバイスをしていきたい、そういった方は中級レベル、2級 FP 技能士または AFP までの取得をお勧めします。で、CFP、それから1級 FP 技能士、これは、本当にもう職業人としての FP なんですね。ですから、仕事で FP を使うという方は、ぜひ CFP、1級 FP 技能士まで取得することで、非常に高いレベルで顧客の方にさまざまなアドバイスをすることができる。または FP として独立をしていく。そういった方は、ぜひもう CFP、1級 FP 技能士の取得をお勧めしたいと思います。はい、FP の資格制度、このような形になっています。それではレジュメの4ページを開いていただけますでしょうか。FP 技能検定を受験する、FP になるにはということで、FP ではどういったことを勉強するのか。一言で言うと、お金に関するすべてを学習する、これが FP なんです。ですから非常に、幅広い内容で、勉強していくんですね。ですから、その幅広い学習範囲、これを、6科目に分けて学習をしていきます。金融資産運用、不動産、ライフプランニングと資金計画、そしてリスク管理、タックスプランニング、相続事業承継、この6科目です。で、右上にあるライフプランニングと資金計画、これが一番 FP っぽい科目です。FP というのは顧客に対してさまざまな、経済的な、お金のアドバイスをしていく。そのために、顧客の、さまざまなデータを収集する。これは顧客の収入であったり支出であったり、貯金の金額であったり、こういったデータを収集して、それを分析して、将来をアドバイスしていく。そのライフプランニングの手法について学習をする。これがライフプランニングと資金計画の科目です。例えば、今その顧客が、ある程度しっかり収入があってマイホームが購入したい。一般的には住宅ローンを組んでマイホームを購入する。その時住宅ローンは組めるんだけれども、じゃあこれから20年30年と、そのローンを返済していかなくてはいけない。
お子さんの教育費ですとか、自分たちの老後の生活資金、こういった資金が必要であることを考えると、マイホームの、住宅ローンをきちんと返済していけるだろうか。将来の予想を含めて20年後、30年後の、その家計を判断していく、そういった手法について勉強していきます。それからこのライフの科目では、国の社会保障制度についても学習します。例えば健康保険ですとか、それから、公的な年金制度、会社にお勤めの方であれば、会社の健康保険に加入しているわけですね。病気や怪我で治療を受ける、保険証を、持っていくことによって自己負担が3割で、医師の治療を受けることができる。ただ健康保険というのは、そうやって自己負担割合3割で治療が受けられる、それがメインではありますけれども、他にもさまざまな、給付があるんです。で、自分から申請をしないと給付を受けることができない、そういった制度もありますので、健康保険でどういう給付があるんだろうということを詳しく知っておくことによって、いざという時に役立つ。または公的年金制度、2級まで学習していただければ、自分が、何歳からどういった年金をだいたいいくらぐらい受給できるのか、こういった老齢給付についても具体的に計算をすることができます。または公的な年金制度、老齢給付だけではなく、障害給付、遺族給付などもあるんですね。障害の状態になったら、または一家の大黒柱が、死亡してしまう万が一のことがあったら、どういう給付を受けることができるのか、こういったことも学習していきます。そうやって、ライフプランニングと資金計画で、将来にわたって計画を立てていくわけですけれども、その計画通りにいかない、万が一のことが起こるということもあるわけです。リスク管理という科目では、その万が一に備える、つまり生命保険ですとか損害保険、それから医療保険といった、生命保険、損害保険について学習していく、これがリスク管理です。で、例えば生命保険に加入する、さまざまな保険商品があるんですね。で、どういう万が一に備えるかによって、どの保険に加入するかというのは、変わってきます。保険料を支払うわけですから、自分にぴったりの保険に加入をしないと、保険料が無駄になってしまう。ですから、自分にぴったりな商品、保険商品を、きちんと選択をするためにも、この保険に関する知識というのは非常に重要です。また FP の仕事といいますと、いろんな方が相談にいらっしゃるわけですけれども、その中でも保険証券の保険を見直しをしたい、そういった相談も非常に多いです。ですから FP として仕事をする、その保険に関する知識が生きてくるという、そういうシーンも非常に多くなっています。で、金融資産運用、これはまさに金融に関する知識。ですから、さまざまな金融商品、銀行の普通預金ですとか定期預金、こういった安全確実な商品だけではなく、例えば株式ですとか、それから投資信託、こういった投資型の商品、その、リスクはどういったものがあるのか、仕組みはどうなっているのか、そういったことも学習します。金融商品を選択するというのは、やはり、自分のライフプランにぴったり合った金融商品を、選択していく。で、それと同時に、現在の経済環境がどうなのか、または、将来の景気はどうなっていくのか、それによって、どの金融商品を選ぶかというのは変わってくるわけです。ですから、この金融の科目では、さまざまな金融商品、それだけではなく、景気や物価を見ていく、指標の見方についても学習をしていきます。で、タックスプランニングですけれども、これはまさに税金の知識ですね。収入があれば、必ず個人であれば所得税、それから住民税などを支払います。で、所得税の計算の仕方って、
会社にお勤めですと、会社が、所得税を計算してくれる。で、年の終わりに年末調整を行って、源泉徴収票を受け取るわけですね。ですから、所得税具体的にどういう手順で計算をしていくんだろうと、意外と知らない方が多いです。で、会社で年末調整をしてもらっても、もしかしたら払いすぎている税金があるかもしれない。自分で確定申告をすることによって、その税金の還付を受けることができます。または、不動産の売買をする。その時にも税金はかかります。上手な節税の方法、さまざまな特例はないんだろうか。そういったことも学習していきます。で、2級まで勉強していただきますと、所得税、それから、住民税だけではなく、企業の法人税についても学習をします。で、次に不動産の科目ですけれども、これはまさに不動産のさまざまな権利関係ですとか、登記に関する内容、あとは建築基準法、こういった法律関係の内容なども学習をします。マイホームを購入する。その時に、さまざまな法律を知らないと、自分が購入した土地であっても自由に、建物を建てるということはできないんですね。で、または投資をする、不動産投資をするという方も増えてます。その不動産投資の考え方などについても勉強しますし、または FP ですので、不動産の売買または賃貸の時の税金、どういった税金がかかるのかといったことも学習していきます。そして、最後、相続事業承継ですけれども、これは相続税の考え方、または民法でいう、法定相続人とは誰かといったことも学習します。相続は少なくとも一生のうちに、2回は遭遇する。その時に、相続税を計算する。で、そんなにしばしばあるということでもありませんので、相続税の計算の仕方も意外と知らない方が多いわけですね。または相続税対策、その方が死亡した後、できることというのは非常に限られています。ですから生前から相続税対策をしておくことによって、相続税を軽減することができる。また、相続の時、身内の間で、ご兄弟の間で喧嘩をしてしまったなんていうことも、多いかもしれません。あらかじめそういった相続対策をしておく。例えば遺言書を書いておくですとか、それによって残された遺族が、喧嘩をすることなく、亡くなった方の財産を引き継いでいける。そういった相続税、それから民法の相続の考え方などを学習していきます。はい、FP では、このように6科目に分けて、学習をしていきます。で、FP の資格が他の資格と、違うというのは、勉強する内容がもうすぐにでも日常生活で役立つ知識を勉強するということなんですね。ですから皆さんがレックの講座を受講していただいて、もう勉強するたびにもうすぐ、生活で使っていただきたい知識、ばっかりですし、またこれから社会に出るという方も、自分で家計を考える、これからさまざまなイベントに遭遇する、その時に役立つ知識がもう満載の講座、それから資格になっています。はい、それでは5ページを開いていただけますでしょうか。FP 技能検定の試験の傾向と対策を見ていきたいと思います。はい、ここでは、2級 FP 技能検定、2級試験の概要ということで書いてありますが、2級も3級も、概要はほぼ同じです。で、FP の試験は、毎年3回、年ごとに1月、5月、9月、この3回実施されます。で、2級と3級、どちらも同じ日に実施されます。ですから、2級と3級を同時に受けるということはできないんですね。同じ日に、午前中が学科試験、午後が実技試験となります。で、学科と実技の試験がありますけれども、それぞれ別々に合否が判定されます。で、2級 FP も3級 FP も
学科と実技、両方合格して、初めて2級なり3級 FP 技能士ということになります。それでは、学科だけ合格したですとか、実技だけ合格したという場合はどうなるかというと、その、合格したというのは、翌々年度末、まで、有効です。ですから年3回試験ですので、次の試験で、ダメだった方の、学科実技を受験する。それで合格すれば、両方揃って、2級なり3級 FP 技能士ということになります。で、2級試験も3級試験も、合格基準6割の正解で合格になります。ですから、まあ、2級までは、競争試験ではないんですね。受験した方もう全員が6割以上正確、あの合格、あの正解したということであれば、合格率100%になる、そういう試験です。で、試験の時間ですけれども、まあ、2級は学科が120分で、問題集は60問で、4試択一のマークシートになります。実技の方は、90分で、問題数、まあ、40問ですね。で、実技の方は記述式の問題になります。記述式というと、少し不安に思われる方がいらっしゃるかもしれません。ただ記述というのは、4四択一の答えを書く、または計算問題なども出題されます。その計算問題、計算をして答えを書く、こういう形の記述式ですので、論述ではありません。ですから、学科試験で学習する内容、それの応用をしていただくことで、実技試験は十分対応できる、そのような試験になっております。で、まあ、近年の傾向ということで、まあ、実技試験対策とありますけれども、先ほど説明をしました。FP の6科目の中で、ライフプランニングと資金計画に関する問題がやはり一番多く出題されます。で、他の科目も、まあ、6科目ですね、出題されますけれども、学科試験よりは実務的な内容が多い。これはどういうことかと言いますと、例えば、生命保険の保険証券を読み取る問題、それから例えば金融で言うと会社四季報を読み取る問題、それから日経新聞の、まあ、一部抜粋で出題されてそれを読み取る問題、または源泉徴収票を読み取る問題、こういう、まあ、原票図表からの読み取り、こういった問題も出題されます。ただ聞かれる内容は、学科試験で出題される、その知識で十分対応できる問題になっています。で、まあ、FP 試験も、まあ、現在国家資格にもなっています。国家資格になってからだんだん問題は難しくなってくるというのが、現状なんですね。で、じゃあ2級の合格率どのくらいかというと、これ学科と実技別々に合格率が出ますので、これ別々に折れ線グラフになっています。で、学科試験と実技試験、両方、受けて両方合格する方、毎回、30%台の合格率、大体このくらいになってます。ただ6割の、正解で合格ということで。その時どういう問題が出題されるか、合格率に多少ばらつきがあります。ですから両方受けて両方合格する方、その時によって40%台になることもありますし、場合によっては30%台を若干切ってしまう、という時もあります。はい、このような、まあ、試験、の概要になってます。6割の正解で合格ということですので、皆さんも過去問を、まあ、確認をしていただいて、だいたい8割くらい正解できる、このくらいの、まあ、レベルで勉強していただければ、本試験で多少難しい問題ができても、十分合格ができるかなというような感じです。2級の合格率、だいたい30%台ですけれども、3級ですと、80%台程度の合格率になっています。はい、それではレジュメの5ページの、下の方、AFP 認定研修とはとありますけれども、AFP 認定研修、これは、レックの2級 FP 技能検定に向けた講座ということですけれども、
2級 FP 技能士を受験するための要件にもなりますし、また2級 FP 技能検定合格後、AFP に登録をするための要件にもなる。それが認定研修です。で、認定研修を修了するってどういうことかと言いますと、提案書を作成をして提出をする。そして合格をすることによって、認定研修が修了したということになります。提案書って何かということですけれども、FP は、顧客に対して様々なアドバイスをする、そういった仕事です。で、その時に、口頭でアドバイスをする、それだけではなくって、提案書という、FP のプランニングを記載した、それを、形にしてお渡しするということが多いです。ですから提案書というのはもう実務家の FP にとっては本当にもう商売道具であるという、ものなんです。で、この認定研修では、課題の提案書を作成をして、それを提出をしていただくということになります。例えばですね、比較的若いご夫婦がいらっしゃって、マイホームを買いたい、そういう相談を受けた。で、そのご夫婦ご家族の収入はこのくらいです、支出はこのくらいです、貯金はこのくらいですと家族設定がある。じゃあそれに対してどういうふうにアドバイスをしていくかというプランを考えて、それをレポートのような形で提出をする。これが提案書なんです。提案書の作成は簡単ではありません。ただ提案書を作成することによって、皆さんが勉強した6科目の知識、これが本当にもう生きた知識になってくる。6科目の科目ごとに学習する内容というのは違いますけれども、それがもう一つにつながって、本当に深く理解することができる。ですから提案書というのは、試験対策にもなりますし、またこれから FP として活躍をしたい、そういうふうに考えていらっしゃる方であれば、提案書をしっかり作ることによって、よりスムーズに、もう実務の世界に進んでいける。で、提案書、レックの講座では、提案書講義という、コマがありますし、それから、詳細なテキスト、それから、ウェブによる質問などもあります。ですから初学の方でも、もう十分に、提案書を作成していただいて合格していただけると思います。はい、それではレジュメの6ページを開いていただけますでしょうか。FP のこれからということですけれども、関連する、企業で仕事をしていらっしゃる方、または、そういう企業にこれから就職をしたいという方、ぜひ、もう FP の資格を取得することをお勧めします。生命保険、損害保険会社ですとか、それから証券会社、それから銀行金融関係の、会社ですね。もう FP 資格を取得している方っていうのは結構いらっしゃるんですね。ですから本当にもう FP 資格がないと、そういう資格がないと、アドバイスができない、顧客の方に、十分に信頼していただくことはできない、このような状況になっています。で、または、これから FP として独立をしたいといった方は、上級の資格までお勧めしたいと思いますし、FP 資格だけではなく、他の関連する資格を取得するということも、お勧めしたいと思います。で、FP って6科目について幅広く勉強していく。で、実際に仕事をするということは、その中で専門的な知識分野を持つというのは非常に強みになるんですね。T 字型の FP なんていう言葉がありますけれども、例えば年金に強い FP になりたいということであれば、FP 資格と合わせて、社会保険労務士の資格を取得するですとか、それから税金に強い FP になりたいということであれば、合わせて税理士の資格を取得する。それ以外にも、例えば、宅建士ですとか、それから、行政書士などですね、FP と非常に、関連性が高い資格、これを合わせて取得するということもお勧めしたいと思います。
で、まあ、FP 資格を取得して独立系 FP ですとか、それから企業内 FP、または、もうすでに社労士資格を保有している、または社労士、税理士資格を保有して仕事をしている、こういった方でも、FP 資格を取得することで、ご自分の専門以外より幅広く勉強していきます。ですから、仕事の幅を広げることができる。より深く顧客に関わってアドバイスをすることができる、このような形でも使うことができる、それが FP 資格なんです。で、まあ、独立系 FP として、まあ、仕事をしていきたい、その場合は、自分の専門分野、それ以外の専門を持っている、そういう方とネットワークを組んで、仕事をするということも必要です。こういった、まあ、ご自分の会社の中で使える知識、それと得意分野を持って独立をしていける。さらにですね、まあ、今のところ仕事で FP は使わないという方でも、2級3級の FP 知識をも勉強することによって自分の生活に役立つことができる。で、まあ、とりあえず自分のために資格を取得するという方でも、当然履歴書に FP 資格、記載して、就職活動をしたり転職活動をしたりですね、それから将来は、さまざまなアドバイスをしていくこともできる。このように FP 資格というのは誰にとっても役立つ資格、非常に資格の幅が広くて、で、誰にでも役立つ、こういう奥行きの深さがある。これが FP 資格の魅力であると思っています。はい、それでは7ページを開いていただけますでしょうか。時代が FP を求めているなんて書いてありますけれども、やはり現在はお金に関する知識は必須であるという流れになっています。ですから、まあ、生活をしていく、特に経済的な面ではさまざまな不安がある。その時に自分で考えて自分で行動する、そういった知識があることによって、自分の、将来をきちんと守っていくことができる。ですから、まあ、FP の資格、これは本当にもう全員の方に資格取得をしていただきたい、このような資格とも言えます。で、まあ、3級2級まで、資格を取得する。そして、FP 資格って魅力的だなと思ったら、ぜひ上級の CFP、 それから1級資格も、お考えいただければよろしいんじゃないかと思います。CFP は年2回、実施されます。毎年6月と11月です。で、CFP の6科目合格しますと、1級 FP 技能検定、それの学科試験が免除になる。このような特典もありますので、もうぜひ、特に仕事で FP 資格を取得するという方は、上級の資格までお勧めしたいと思います。で、まあ、今皆さん、FP 資格について、まあ、資格を取得したい、または興味があるということだと思います。で、ぜひ、まあ、これをご覧になったいい機会ですので、もうすぐに FP の学習を始めていただいて、もう、すぐに合格をして、で、その知識を、皆さんご自分の生活に生かしたり、または仕事に生かしていく、ぜひ FP と、FP として、一緒に活躍をしていただきたいと思います。はい、まあ、FP 資格、まあ、3級資格、2級資格、までおすすめをしたいと思いますし、レックの講座を受講していただいて、ぜひ一緒に FP 資格合格に向かって、頑張っていきましょう。はい、それでは、今日私からは以上で終わりにしたいと思います。長い時間どうもお疲れ様でした。